私はブータイ暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ、ジャチ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取、ブータイの本気を示すため越冬よりやってきた英雄アバランチ、協力に感謝する。よろしくね。大丈夫？おーい。あっちもこっちもボロボロ。ミッドガルがすっごい都会って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。部隊を攻撃する前に壊れちゃいそう。現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては、鋭意調査中ではありますが、1番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて、間違いないでしょう。来た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 
負けないぞ。ユーフィユあら、イエス、モーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノ州はみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも一案内はいるよ。っていうか、ウノ州って？ウノ州は君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか。舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここだ、さあ入って。ニュースを見る限り捕まったわけじゃない。クラウドさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。ジェシーのピザ楽しみ。ウェッジにもあげない。ビリーボート、ポルコだ。そして、ナヨ。うん。私は、ウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより、究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため、遠方よりやってきた。盟友アバランチを、強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。あ、ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした町で？無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、神羅カンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？神羅ビルがどこにあるかは。そうね、ビリーボーに聞いてみて。ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって？一言で言うと大人の街ね。大人の街。いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほ？
で、酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでも堕落だよ、あれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ほう、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな、亀道楽。あ、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマ目差し入れしちゃう。ミッドガルまで遠かったでしょ。道中は何事もなかった？亀道楽ってウータイの店だったんだね。亀おじさんを探してみるといいよ。ハンガー。それよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ？シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。シンラビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。シンラビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、その辺りの手順はボルコから聞いてよ。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ？シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあ、シミュレーターするというか、仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでも滅多に見られない最新型さ。どうだい？試したいだろ？別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。その子が持ってるから、気が向いたら話しかけてみるといい。ダチャオマメ、恐ろしい食べ物だぜ。まだ歯がズキズキするよ。ユフィは忍びなんだよな。やっぱ修行って辛かった？忍びっていいよな、ミステリアスで。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。ああ、それな。 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラーを甘く見ちゃダメだよ。うん。退屈？だったらコンドルフォートで遊ぶ？コンドル？フォート？あ、ごめん。ウノシュウは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな。知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。やるな、ユフィ。さっき教えたばっかりなのにすごいや。おお、ポルコが弱すぎるんじゃない？ああ、でも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。あたし任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。
ああ、もう待ちくたびれた。私偵察に行く。わかった。あんまり遠くへは行かないようにね。コンドルフォート、やってく？あれ、やらないの？ただいま。おかえり、その。ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。何？父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁。五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃってって大人の町で遊んでるって。辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいだと最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。うん、ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。なよ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。ジージェも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。シンダのシンダによるシンダのための町だから。シンダ応募。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い。イラッとする。あと、匂いが独特。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵はシンダカンパニー。ウの州と一致してるのは三点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコールが爆発したって。あれって事故じゃない？アバランチがやったの。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めてない。これで5番マコロボ。あれ、クラウド。
はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね。決まってんだろ、あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも、おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え、コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん、あ、私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶したく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。コンドルフォート入荷しました。最新の戦術ボードゲームは分派の連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナルたちは違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩？そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？こらー、ストールすんな。子供はあっち向いてて。はい、お見合さいでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。
まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。こっちこっち、意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもってこうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。あめよ。さっきの何だったの？ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あろ？その詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのなり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め、神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージャを待とう。アイデーが揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。何かな。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱。案内するね。急がれたしか。嫌な予感するな。ちょうどいいよ。ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの？そう。舞台には珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。ジージャだ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい。あ、モグリ。待て。追いかけよう。ジージャのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、あっちだ。先輩、必要なものがあれば町を離れる前に準備しておこう。ジージュってば、何かやらかしたのかな。俺たちのために無茶をしてもらうか。責任感じるな。先輩、
もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。言ったら命はないんだろ。何？王座。わあ、もしかしてじいちゃんウータイ出身？感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ。行くぞ。あ、つけよう。ちょっと待て先輩。貴様。見当はついた。一度見晴らしの良さそうな場所へ出よう。奥に見えているのがメインピラーのよう。ミッドガルを支える大黒柱だから、奴らが話していた整備場はあの辺り。なるほど。すごい。やっほー、あっけー、全部うるさい。くぼせーの、けっ、あっけー、彼らは覚悟を、分派と呼ばれていた連中にとって
手を組んだ友達、俺はそう。うん、散々本家の世話になってる。ナユトちゃんさ、本当、いい人たちなんだよね。そこが問題。ミッドガンのいい人だ。この街が知っているか。うん。先輩、今度こそ慎重に、無用な戦いは避けたい。わかってるって。抜き足、阻止足、死ぬ PR 足。あひょ！接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェ。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ一度注目。この私こそが雲海に咲く一輪の花、ユーピーちゃんだよ。おお、ただのガキだ、気にするな。誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。無体敵と遭遇、応援を要請する。
やすくなった。一方雷を落とせ、しびれるぞ。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。うん、わっはっはっは、どんなもんだ。早速だけど、これ死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが、究極マテリアがあるとすればそのどこかだろう。わかった。さあ急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように、急いだ方がいい。うん、俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、七番街の噂、ルンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく迷惑。無理しても乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。酔うのか？立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。
メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。平成の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。これは復讐なんだ。でも私は妹じゃない。怖っ！